アルフレッド・ブランドン・アルフレッド・デバス・ブランドンは、ニュージーランドの政治家。国会議員、アルフレッド・ブランドンの息子である。1879年に、初期ウェリントンの草分けトーマス・ケベルの次女、ルイザ・ケベルと結婚し、三男三女を設けた。ウェリントン大学第一回生8人の一人であった。1872年に、ニュージーランド大学最初の奨学金の一つを受けた。 1875年にイングランドのケンブリッジ大学トリニティホールに入学し、1878年に文学学士号を取得した。ミドルテンプルで弁護士事務所に入所し、その後ニュージーランドへ戻ってニュージーランド最高裁判所から弁護士として認められた。最終的に父の法律事務所に入所し、ブランドン・ウォード・ヒスロップ・アンド・パウルズ法律事務所の代表社員となった。 また、ウェリントン地方弁護士会会長にもなった。1888年8月には、オーストラリア総合共済組合理事に任命された。1903年5月に同組合副理事長。1918年に理事長となり、1934年5月31日に同職を退いた。父も、 同組合理事を1871年から1886年まで務めている。1872年以来長く、ウェリントン商工会議所の委員であり、1882年、1897年、1898年と回答を務めたほか、11年間役員を務めた。1929年4月には、就寝会員に選ばれた。また、 1935年9月に病気により、引退するまで、ギアミートフリージング社役員を務めた。1886年9月に、ソーンドン畜選室の市議会議員となった。1891年まで務めた後、1893年から1894年1月まで、ウェリントン市長、ウェリントン公委員会委員を務めた。 同名の息子アルフレッド・デバス・ブランドンは著名な弁護士、飛行士であった。1938年7月30日にウェリントンで死亡した。ありがとうございます。